トリンコマリーは、スリランカ北東部の港湾都市。東部州の州都でかつ、トリンコマリー県の県都であり、スリランカにおける、タミル語文化の中心地の一つである。タミル語では、ティルコーナマライと発音し、聖なる神の山という意味を持つ。トリンコマリーはスリランカ、東海岸北部のトリンコマリー県の南北、中央付近。 スリランカ中央高地のキャンディからおよそ 180km 北東、北部のジャフナから 180km 南東に位置する。トリンコマリーは、半島部に所在し、湾を内湾と外湾に分ける。トリンコマリー湾は陸に囲まれており、インド洋の他の湾と比べてその大きさと安全さで有名である。海岸では、サーフィン、スクーバダイビング、釣りや ホエールウォッチングなどが楽しめる。トリンコマリーにはスリランカで最大のオランダ要塞が存在する。また、スリランカ海軍基地を呼び空軍基地が存在しており、内戦中は LTT 攻撃のための重要拠点として使用された。トリンコマリー以降トリンコマリー以降の戦略的な重要性は、 近世の歴史において明らかである。ポルトガル、オランダ、フランス、そしてイギリスといったヨーロッパ列強各国がこの港の支配権をめぐって争い、近海ではたびたび戦いが繰り広げられた。イギリス P&O 射客船のアジア航路では重要な気候地であった。第二次世界大戦中は、正論を機械船の一環として、日本海軍の艦載機による、 トリンコマリー空襲も行われている。トリンコマリー港は世界でも5番目に大きい天然港であり、その湾港は2つの岬により守られている。トリンコマリーは開発が進んでいない人口もまばらな地域に位置しており、それが過去開発の妨げとなってきた。しかし、2013年現在では商用港としての開発計画が進められている。 白地面積は1630ヘクタール、陸地面積は5261ヘクタールであり、渓流施設はサンバース存在する。ウップベリ地区のビーチトリンコマリーには、スリランカの中でも特に美しいビーチが存在しており、かついまだ開発が進んでいないため他の地域と比べきれいな状態が保たれている。砂浜は遠浅で、 100メートル先まで歩いていくことができるほどである。また近海ではホエールウォッチングも行われている。トリンコマリー郊外の北約15キロメートルの海岸沖合には国立海洋公園であるビジョン島国立公園が存在しており豊かな珊瑚礁が残されている。トリンコマリーは欠片の気候区分で 熱帯下気象雨気候に属し、2月から9月頃にかけてが寒気となる。年間の平均降水量は約1570ミ、mm、リメートルである。12月から1月にかけての平均気温は約摂氏26度でこの時期が年間で最も涼しい季節となり、逆に4月から9月は約摂氏30度と最も暑い季節となる。これまでに記録された過去最低気温は、 摂氏18.2度、最高気温は摂氏39.8度である。トリンコマリーは内陸部から北東に向かう A6 ハイウェイ、A12 ハイウェイの東の終着点である。また、東海岸を走る A15 ハイウェイの北端でもある。トリンコマリーにはまた鉄道路線も存在している。トリンコマリー駅はコロンボ首都圏から北東に向かう路線の終着駅で、 ある。同駅は都市の北岸のビーチの近くに立地している。市内から南西約7キロメートルの地点に、軍民共用の国内線空港である、トリンコマリー空港が存在する。同空港からは、コロンボ首都圏への旅客、貨物便が運航されている。トリンコマリーには、ドイツの放送局ドイチェベレの短波中波の中継局が存在している。 この中継局が運用を開始したのは1984年である。天然の良好であることから、古くから軍事的な戦略拠点として、歴代の王がこの地を占領しようとした。1624年頃、ポルトガル人がこの地に要塞を作った。その際、港の東に突き出た岬の上に立つ芝派の寺院、コーネースワラム寺院を破壊してその資材を利用した。 この要塞は、その後オランダに占領され、オランダ植民地となった。1672年頃には、フランスキャンディ王国連合軍がこの地を攻撃。しかし、オランダ軍の反撃によって、占領は失敗した。1782年に一度イギリス軍が占領するが、フランスとの構渉により一時撤退。1795年に、再度イギリスに占領され、その後は、 イギリスの植民地となった。イギリスの植民地であったため、第二次世界大戦中には、イギリス海軍東洋艦隊の基地として使用された。そのため日本軍の攻撃目標となり、1942年の正論沖海戦では、空襲が行われ、民間人にも死傷者が発生した。ありがとうございます。